皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は岸前防衛省が安倍派の継承宣言を行いました。そして安倍派は現在どうなっているのか、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それではこちらザクザクの記事です。岸信夫前防衛省、安倍派の継承宣言、単独インタビューに力強く、政治に命を懸けた兄の思いの理解者を増やすことが重要ということで、岸さん、お体をまず治されて、ぜひですね、この安倍派を継いでいただきたいですよね。そしてこの単独インタビューが非常に気になります。この単独インタビューはですね、実はこちら月刊花田2022年10月号、こちらにですね、インタビューが載っております。そして花田編集長が、安倍さんがお亡くなりになったこんな時期に大変失礼なんですが、生前安倍さんはどういう人だったのか、そして何を思っていたのか、それをぜひ皆さんが聞きたがっていると、それを聞き出すのが我々の仕事だと、そこで面識のある有本香里氏にインタビューをお願いしたと、そういった経緯でですね、岸さんは防衛大臣の引き継ぎの忙しい最中にインタビューを受けていただきました。ちなみにこちらの月刊花田2022年10月号、8月26日発売です。私も注文済みなんですが、まだ届いておりません。こちら Amazon のリンク先を説明欄に貼っておきます。ご興味のある方はぜひ購入されてみてください。それでは記事に参ります。安倍晋三元首相の四十九日を25日に迎えました。中国やロシアが軍事的覇権拡大を進める中、日本と世界の平和と安定を守るため、憲法改正や防衛力強化、日米同盟の深化、日本経済の復活に取り組んだ傑出した政治家だった。そして安倍氏が凶弾に倒れた後、岸田文雄政権はけじめなき漂流を始めていないか、一部メディアは異様な魔女狩り的な報道に出していないか、ジャーナリストの有本香里氏は令和の国難にあたり、安倍氏の実弟である岸信夫前防衛省に単独インタビューを行った。そして岸氏が力強い決意を語りました。それではこちらから有本香里氏の執筆です。今日は安倍元首相の四十九日、くしくも本コラム連載の200回目に、よもや安倍氏の四十九日を話題にしようなどとは、今年4月夕刊フジ主催の日本国憲法のあり方を考えるシンポジウムで同席した際には思いもしなかったと。そりゃそうですよ。みんなそうですよね。そして改めて中心よりご冥福をお祈り申し上げ、本校を始めたい。この間、多くの国民が安倍氏の死を悼む一方、四十九日も済む前から死の評価を下げることに必死な人たち、いわゆる安倍側もまたやかましかった。そんな安倍側の怨嗟の声をテレビが拡声器となって広める構図は、森かけ桜の時と全く同じ、既視感のある光景だと。ちなみにですね、なぜこのテレビが拡声器になって、この安倍側の人たちが統一教会、統一教会と言ってるかと言いますと、それには訳があります。こちらニコ姉さんがですね、四十九日の日に安倍さんのご冥福をお祈りするツイートをしまして、それについて一般人の大橋英明氏、ご冥福をお祈りします。事件直後は本当に残念で悔しかった。しかし統一教会を利用して深い関係性があった事実が明らかになると、国葬は違うかなと思いますねと。つまりテレビの狙いはこれなんですよ。こちらですね、私のツイート。まさに左翼メディアの思うツボ。メディアは統一教会による自民党叩きを連日行った。それが安倍さんを貶める行為につながり、当初は賛成していた国葬は反対意見に変わる。その過程がよくわかるツイート。このように洗脳された日本人が数多くいるのでしょうと。それがですね、この安倍側がやかましかったということになります。つまり国葬反対なんですよね。なぜ国葬に反対させるのか。国葬はですね、葬儀ではありません。葬儀はもうとっくに増上寺で終わっております。なので国葬は儀式なんですよね。特に海外の人たちは、安倍さんに弔意を示したいと言われる方は大勢いるので、そういう人たちのために行う儀式なんですよね。なのでそこで弔問外交ができますよと。
そうすると日本は国際連携ができることになります。それが一番困るのは中国なんですよね。国際的に連携が高まると台湾有事ができづらくなるんですよね。なので国葬儀はですね、台湾有事を遅らすことにもつながります。なので反日勢力が国葬儀を反対するんですよ。社民党の福島みずほ、令和新選組山本太郎、共産党の志位和夫、反日勢力はみんな反対しますよ。そしてメディアを使って喧伝されて、こういった知らない人が当初は残念で悔しかったのに、いつの間にか国葬は反対に変わっていると、まんまと騙されているということになります。それはですね、森かけ桜と全く同じです。森かけ桜は安倍さん一つも悪いところはありませんので、もし安倍さんに疑惑があると思われている方は、メディアにまんまと騙されているということになります。そして安倍氏を忘れられないという感情に関しては、ひょっとしたら安倍側は安倍支持者よりも強いものを持っているのではないかとすら思わせる、安倍氏と近かった議員が揃いも揃って旧統一教会との関係をめぐりメディアの餌食となる中、一人の重要な政治家から心強い言葉が飛び出した。安倍氏の実弟、岸前防衛相である。筆者は岸氏が防衛相を離任した直後の週末、長時間にわたるインタビューをさせていただいた、親族を失った悲しみ深い中、取材を受けてくださったことにまず心から感謝を申し上げたいと。ちなみにこのインタビューはですね、仕事場ではなく岸さんのご自宅で行われたそうです。そしてインタビューの内容は26日に発売される月刊花田に寄稿した。記事のタイトルは、安倍派は私が引き継ぎますというものだ。刺激的とも言えるタイトルのゆえ、発売後にはちょっとしたセンセーションとなるかもしれない。私は岸さんが言うのなら全く問題ないのではと思います。もしこれを西村康稔氏が言ったら総叩きになると思いますが、岸信夫氏が言うのであれば許されると私は思います。それは岸さんの人格によるものだと思います。そして我が国への危機迫り来る今、本来旧統一教会問題に興奮している時ではない、岸の言葉が自民党内を引き締める良き刺激となってくれることを祈るばかりである。そうですよね。普段はあまり自分を前面に出さない岸さんが言ったのであれば、非常にいい刺激を生むのではと思います。しかし実際このタイトルというのは月刊花田編集部側でつけたのではと思われます。あの岸さんが本当にこんなことを言うのかなとは思います。そして詳しくは月刊誌を読んでいただきたいが、岸氏は筆者のインタビューで弟だけが知る安倍氏の素顔や幼い頃のエピソード、政治家安倍晋三について、さらに日本の未来と自身の今後を実に淡々としかし力強く語ったと。非常に気になりますよね。やっぱり弟だから知る幼い頃のエピソード。ちなみに幼い頃と言いますと、岸さんは安倍さんの実弟なんですが、岸家に養子に出されて安倍さんとはいとこ同士の関係でした。そして成人してから実は養子に出されていて、安倍さんとは兄弟ということを知ったと。なのでこの幼い頃のエピソードというのは非常に気になります。そして政治家安倍晋三について、これは今まで岸さんが語られたことはありません。なので非常に気になりますよね。そして日本の未来と自身の今後について、これも非常に気になります。今ご病気をされていると聞いているので、それは治るものなのか、そして治った後どうするのか、おそらく語られていると思われますので非常に気になりますよね。そして心に残る言葉はいくつもあったが、とりわけ印象的だった一節をここに挙げておく。兄は日本を愛し、この国を守るため政治に命を懸けてきました。まずはその思いを理解してくれる人を増やすことがとても重要なことだと思いますと。そうですよね。今安倍側によって安倍さんのことを貶める人たちが非常に多くて、安倍さんのことを理解できていない方が多いですよね。そして安倍さんはまず日本を愛していた。
そして政治に命を懸けてきたと。なので今回演説中に撃たれたので殉職ということになりますよね。まさに命を懸けて演説していたということになります。しかし安倍側によって安倍さんは極悪人にされているらしいので、その誤解を解くことがまず必要ですよね。そしてその誤解のない人たちは台湾の人たちということになります。その台湾の人たちについて後ほど紹介いたします。そして政治家は一人では何もできませんから、保守政治家としての思いを政策として具現化し、多くの政治家を巻き込んでいかなくてはならないと。おっしゃる通りですよね。いくら岸さんが素晴らしい政治家であっても一人では何もできないと。同じ思いを持つ保守政治家を集めて、その思いを政策として具現化しないといけないと。それには多くの政治家を巻き込んでいかなくてはならないと。その上で安倍さんはですね、自民党の中にいる左の政治家も巻き込んで政策を実現していったということになります。それが良かったかどうかはまだわかりませんが、今はもう安倍さんはいないので、同じ思いを持つ政治家を巻き込んで次の世代を作っていくしかありません。これがタイトルにあった安倍派の継承宣言ということになると思います。そして安倍氏の意思を継ぐためにも、岸氏の一日も早い健康回復を願う。筆者を知る米国当局者は岸氏の体調をしきりと気にかけ、それは岸氏の今後に期待したいからなのだと語っていると。そりゃそうですよね。もう防衛大臣としてアメリカから絶大な信頼を得ておりました。もう林外相はいいから岸氏だけアメリカに来てくださいと。それでオースティン国防長官と二人で会談したりしておりました。それだけ期待を背負っているということになります。なのでアメリカも我々と同じで、岸さんの体調はどうなんだと、それが非常に気になりますよね。そして首相補佐官として引き続き我が国の守りへの貢献をと望む一方、つい兄の偉大なレガシーを継いで日本を取り戻す戦線でも5分党をとの期待も抱いてしまうのであると。そして岸さんが所属する安倍派で会合がありました。こちら日テレニュースの記事です。安倍元首相49日安倍派会合で黙祷、意思を引き継ぎ心一つにと。8月25日49日の日、安倍派で総会が行われました。そして安倍さんがいつも座る席に遺影が掲げられています。そして銃撃され亡くなった安倍元首相の四十九日を迎え、自民党安倍派の会合では黙祷が捧げられました。安倍派の議員総会では会長の安倍元首相が座っていた席に遺影が置かれ、冒頭全員で黙祷を捧げました。そして塩谷会長代理は安倍会長の意思を引き継いで心を一つにしてこれからも政治をしっかり進めていくと結束していく姿勢を強調しておりました。そして政治はスケジュールです。安倍さんの国葬儀は9月27日に行われます。それまでは安倍派は会長を置かないということになります。なのでそれまでは大きな動きは安倍派にないと思いますが、水面下ではいろいろあると思います。そしてスケジュール的なことを言うと、安倍派の国会議員97人は10月に山口県で開かれる安倍氏の県民葬に全員で参加する予定だということだそうです。なので10月の県民葬、それまで分裂せず持つかなということになります。そして安倍派の中で動きがありました。こちら時事.com の記事です。安倍派副会長に岸信夫前防衛省、事務総長は高木剛氏と。見出しは岸防衛省と書いてあるのに、写真は高木剛氏が採用されております。これは時事.com があまり岸さんを前面に出したくないという小さな抵抗かもしれません。そして高木剛氏はあまり皆さんご存じないですよね。今は国対委員長をしております。そしてどちらかというと無味乾燥な人ですよね。組織で争いが起こるとあまり利害関係のない人が選ばれていくということになります。それが高木剛氏の特徴です。しかしこの事務総長に高木剛氏というのは森喜朗氏が選んだのではとも言われております。そして前回の事務総長は西村康稔氏でした。しかし西村氏は経産大臣になったので入閣すると党の役員から外れていくということになります。そしてこちら安倍派清和政策研究会のページです。もう誰か仕事が早い人が役員名簿を更新されております。事務総長は高木剛氏と、そして副会長に岸信夫氏と、
新たに末松信介前文科大臣が入っております。岸さんは前防衛省、末松さんは前文科省、その閣僚を外れたので派閥の役員になれたということです。そして現在会長は空席のままだと。まずスケジュール的には9月27日の国葬儀が目安です。その後にどうなるかということになります。それを岸さんが頑張って派閥の会長を目指していくということになるでしょう。そして読売新聞です。なぜ入閣しているのか。西村氏には若手から不満。ちなみに西村康稔氏です。そして安倍氏後継候補の4人全員が身動き取れずと。今ですね、身動きが取れなくて派閥は安定した状況です。しかしいつ割れるのかわからないと、そういった状況になってます。自民党安倍派は25日内閣改造党役員人事を受けて運営体制を強化した。会長候補と目される幹部が軒並み世界平和統一家庭連合各国旧統一教会批判や派内からの突き上げに直面し、今後の派閥運営に不透明感が漂っている。会長不在を危惧する声もあり、安倍晋三元首相の国葬後の体制構築が焦点となると。その通りですよね。まずは国葬が終わった後にどうなるかということになります。そしてこちら塩谷会長代理、安倍会長の意思を継ぎ心を一つにして政治を進めることを誓いたいと塩谷氏はこう強調して結束を呼びかけております。そして総会では安倍氏の実弟の岸信夫首相補佐官と末松信介前文部科学省副会長に、そして萩生田政調会長を常任幹事に充てる人事が報告されたと。そして事務総長だった西村経済産業省の後任に高木剛国会対策委員長がついたと。そういう人事が行われました。そしてですね、なんと高木氏を補佐する事務総長代理ポストも新設と。それが柴山雅彦元文科省、福田達夫前総務会長、野上幸太郎参院国対委員長が就任したと。つまりこの高木剛氏の事務総長代理が新設されたということになります。なのでですね、こちら柴山氏非常に左の人です。そして福田達夫氏、安倍派の中には安倍系と福田系に分かれております。その福田系の福田達夫氏ですよね。そして野上幸太郎氏、もうこの3人はですね、いつでも大臣になれるとどこかのポストにつけたいということでしょうね。そして派内の体制は整ったものの、安倍氏が将来の首相候補として挙げた4人は身動きが取れないでいると。まず安倍氏の最側近の一人だった萩生田氏は文科省経産省と政府の要職を歴任し、党三役への起用で首相候補のキャリアを着実に一歩進めたと目されていた。ところが旧統一教会との関係を週刊誌やワイドショーで繰り返し報じられ、集中砲火状態となっております。そうですよね、今集中砲火を浴びております。もうですね、将来の首相候補を今潰しておこうと左派メディアがもうやってますよね。いわゆる安倍さんを潰したいというのと全く同じ構図です。そして24日には関係を切るとも明言したが、批判収束の兆しは見えない。そして2人目下村博文会長代理も文科省時代に旧統一教会の名称変更に関与したとの指摘があり、野党から批判を浴びていると。まあどちらにせよですね、下村さんは森喜朗氏が月刊正論の寄稿文で下村博文氏は首相はダメだと言い切ってしまったので、どちらにしてももうダメです。そして3人目は西村康稔氏です。西村氏は入閣前事務総長として派内の人事規模を取りまとめる役割を担っており、派内にはなぜ自分が入閣しているのか若手という若手との不満がくすぶっていると。つまりですね、岸田首相が閣僚を決めるにあたって各派閥から希望者のリストを出してもらうんですよね。そして安倍派は当時事務総長であった西村康稔氏が安倍派の中で人事規模を取りまとめる役割をしておりました。そして当然若手からも人事規模を取りまとめていたと。しかしですね、その中でなぜか自分が若手を差し置いて入閣してしまったと。それは取りまとめをする役割じゃないでしょうと。それはそういうふうに不満がくすぶるでしょうね。なぜ自分が入閣しているのかと。なので若手から人望が厚くないのが伺えますよね。そして4人目、松野官房
長官とともに閣内にいるため派閥から距離を置かざるを得ないと、もう松野氏に至っては安倍派の中で全くもって話題が出てこない存在ということになります。そしてもう一人います。一方、参院安倍派会長の世耕弘成参院幹事長も会長候補に数えられると、衆院への鞍替えを模索するが見通しは立っておりません。ちなみに世耕氏は参議院議員です。そして参議院議員は首相になれるかというと、制度上はなれるんですよ。しかし未だに参議院議員が首相になったことはありません。なぜならですね、衆議院を解散する権利というのは首相が握っています。それを解散がない参議院議員の人間が握っていいのか、そういう問題があるので、おそらく今総裁選に立候補したとしても参議院議員は勝つことはできないでしょう。それはですね、衆議院議員は自分たちが首を切られて選挙しないといけないのに、参議院議員である首相だけが選挙をしなくてのうのうといると、そんなことは認められないんですよね。なので参議院議員が総裁選に立候補したとしても勝てないということになります。そして唯一参議院議員で立候補したのは林芳正氏です。しかしやっぱり勝てませんでした。そして昨年の衆院選で鞍替えをして、そこで外相になったと。しかしトンチンカンなことしているので、総裁選に立候補できたとしても勝てないでしょう。そしてですね、世耕氏は次の衆院選があれば鞍替えをすると宣言されております。しかしまだ衆院選はないので、今は身動きが取れないということになります。そこで派内では政府や他派閥との交渉力を高めるため会長を置くべきだとの声が出始めている。やっぱり出てきておりますよね。しかし会長を決めるにあたって血みどろの戦いが繰り広げられると思いますので、それはできないと思います。しかしもう勢力争いが出てきたということになりますよね。そして内閣改造では最大派閥として閣僚5枠を求めたが実現しなかったと。そこで塩谷氏は25日の派閥総会で思うようにいかなかったと認めたと。やっぱり塩谷氏ではダメだということになりますよね。しかし塩谷氏も無味乾燥な人なんですよね。そういう人が今トップにつかないと勢力争いで派閥が割れる結果になります。なのでですね、言いづらいんですが、力のない人がトップにつく典型例ということになります。そして安倍氏の国葬が行われる9月27日まで会長不在の体制を維持することが決まっている。次期会長については自然に修練していく萩生田氏との意見もあるが、安倍氏は数年かけて後継者を育成するつもりだったとされ、次期体制の構築は難航が予想されると。もうどうなるか分かりませんよ。おそらく安倍派と福田派に分かれていくのではないでしょうか。いや、もう一つぐらい分かれるかもしれません。そして他派閥の草刈り場になるかもしれませんし、派閥のない菅グループとくっつく可能性もあります。なので97名がそのまま続くのは現時点では難しいかなという気はします。ちなみにですが、安倍派の最高顧問に江藤清史郎氏がいます。この江藤清史郎氏、福田康夫元首相の中堅みたいな人なんですよね。とにかく福田康夫氏の言うことを聞く人だと。なので安倍さんとは対立する人ということになりますよね。ちなみに安倍さんが会長として復帰するにあたって唯一反対した人がこの江藤清史郎氏でした。そういう人も安倍派の中にいます。なのでもちろん福田達夫氏についていく人ということになります。そして岸信夫氏とは相反する人ということにもなります。その江藤清史郎氏、朝食会を開いたんですが、そこでとんでもないことが起こりました。こちらジャーナリストの門田隆昌氏のツイートです。本日の江藤清史郎氏の朝食会で、この本日というのは8月25日、つまり先ほど安倍派の総会前の話です。その安倍派の総会が始まる前の朝食会で林芳正外相が一緒に出られておりました。その林外相が文科大臣を時に家計問題で大変だったんですよと、安倍元首相を小馬鹿にするような発言を行ったと。49日に何という言い方をと、記者たちも絶句していたそうです。そもそも文科大臣してくれたのが安倍氏、
EEZ に中国にミサイルを撃ち込まれたことには言及もなし、大丈夫かこの人と。いや、やっぱりそうなんですよね。林芳正氏は地元山口の関係で安倍さんと対立していたんですよね。なので49日の朝、文句を言ったと。しかも自分が大臣にしてくれた人に悪口を言った49日の日に、そして記者たちも絶句しましたよと。それが林芳正という人です。そしてその時の様子、こんな感じで座っていたそうです。それを見た人、しかし座り方は相変わらずと、もうちょいまっすぐ座らんかいなと、この後チュニジア行くみたいですみたいな感じで、もうやる気なしの様子ですよね。そして文句をたらたら言ったと。それが林芳正という人です。まあ、ある雑誌によると、安倍さんが撃たれて亡くなったという報を聞いて、やったと喜んだと、そういう話も出ているくらいなので、それは裏を取れないので本当かなと思いますが、49日にこんな文句を言う人ですから、言ってもおかしくないなとは思いますよね。そしてこちら、産経新聞の記事です。こちらですね、台湾での様子です。実は台湾でですね、20日の夜、台湾の真の友人、安倍晋三元首相追悼コンサートが盛大に行われましたと。日本ではこんなことやってないんですよ。しかし台湾でやったということです。そしてこのコンサートには頼清徳副総統も来られたと。そして他にも台湾の政財界の関係者が多く出席されて、会場の約3100席は老若男女でほぼ埋め尽くされておりました。そしてコンサートの冒頭、頼副総統は7月12日に東京増上寺で行われた葬儀に参列し、安倍氏に最後の別れを告げた時の心境を報告されておりました。そしてこれまで台湾の新型コロナウイルスのワクチン提供や、台湾産パイナップルが中国から禁輸措置を受けた時の支援など、安倍氏の日台関係の貢献を振り返りながら、安倍氏に対する感謝の気持ちは、安倍氏の死によって変わることはない。我々は安倍氏の信念と理想を引き継いで、対日関係をさらに発展させたいと、頼氏が語気を強めると、会場からは大きな拍手が湧き起こったそうです。そしてその後、千の風になってとか、灘そうそうとか、そういった曲が披露されております。もう日本が恥ずかしいですよね。こういった追悼コンサートさえやってないんですよ。そこで門田隆昌氏、四十九日の今日、台湾の人と話した。日本人はなぜ安倍さんを惜しまないのかと聞かれ、台湾の追悼コンサートの話を伺った頼清徳副総統が、安倍氏への感謝の気持ちはその死によっても変わることはないと語り、千の風になって灘そうそうなど涙涙だったと、ありがとうと語られております。もうですね、日本の魂は私は台湾にあるんじゃないかなと思います。そして私のツイートです。台湾には古き良き日本人の魂が眠っている。なぜ日本で安倍さんの追悼コンサートすらできなくなったのだろうかということでですね、非常に悲しいですよね。そしてこちら、ジャーナリストの西村幸雄氏、日本人より台湾の人の方が常識を知っていた、そういうことですと。安倍晋三総理追悼コンサートに参加した方から送られてきた映像ですということで、実はこの映像、安倍さんがですね、東日本大震災の復興ソングである花は咲くをですね、ご自身で練習されてピアノを演奏されておりました。それに合わせて歌手の人が花は咲くを歌われておりました。なので私は台湾を愛する岸信夫氏に頑張っていただいて、ぜひ首相を目指していただきたいと思います。また岸さんの情報がありましたら、どんどん動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメントも、またツイッターでも情報発信しておりますので、ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。